どうも、テイラクルです。まあ iPhone 盛り上がってるので、まあ iOS 機器十何台か買ってる自分が、とりあえずまあ今回の iPhone11 についての、イベント後の感想ですね。またやっていこうかなと思います。第3回グモブやりたいと思います。今載ってる文章は第2回のものですね。まあ完全に買う気だったっていうで、まあ結論から言うと今回も買おうかなって思ってるので、まあその辺はおいおい、説明していこうかなみたいな気がしてますね。じゃあイベント後の感想っていうかさ、ちょっともう手が震えてるわ。さっきまでスプラトゥーン2やってたんで手が震えてるんですね。カメラ部分、これでいいんだっけ。カメラ部分と、カメラ部分はね、これですね。まあ慣れたらそうでもないかもしれないですけど、あの辺のデザインはみんなそのダサいって言ってる。そうですね、まあ世間一般的にはダサいんでしょうけど、自分カメラ好きなんで、いや望むところみたいな、ある、そこはある。やってくれた感はある、まあ、好きなんですよ。まあでも相入れないだろうなという感じで、そこはスルーですね。いや、やっぱりナイトモードはこれは期待できますね。まあそうですね、超広角、こちらは手ブレがないらしいんですが、まあ超広角になれば手ブレもいらないのかなと思う。まあ来年の新型の iPhone に超広角でも手ブレつきましたってなってきたら、まあそれはそれでありなのかもしれないですけど、まあとりあえず超広角には手ブレがないということで、まあ別にそれでも使えるんじゃないかなと思うんですが、まあ拙者がね、自分は好きなので、どれだけ、まあ、物体によれるか、ちょっとそこが気になっているところ、まあ、あまり変わらないのかなという感じなんですけど、まあこんなところですかね、カメラは。もういきなり付加価値部分、付加価値部分と、今ちょっと後悔してるのは、スプラトゥーンやらなきゃよかったってちょっと後悔してます。手が震えてるんで。いやー、まあ楽しいんですけどね、懐かしいというか。まあ、とりあえず
こちらですね、皆さんでもうアップルペンシルって騒ぎましたけど、結局なかったんですよ、アップルペンシル機能は。で、まあ勝手に盛り上がってごめんと、ここは普通に謝りたい。アップルは何も情報を流してないですから。あともう一個、まあ逆充電あるんじゃないかって言われてたんですけど、結局なくてですね、まあそれもバッテリー持っときゃっていう話なので、大して、外付けバッテリー持っときゃっていう話なので大して問題ではない。で、次は CPU 部分ですね。まあ、こういうことですね。 A13 チップは高スペックだが、来年の A14 チップはさらに次元が違うらしいと。うん、ジャマイカと。なんですけど、まあ今年は買おうと思ってるんですよ、この iPhone。 まあその買おうと思ってる理由は、1時間後ぐらいに話すと思うんですよね、この動画の。そんなにこの動画長く撮るのかっていう話もあるんですけど、まあ iPhone の話なので長くしてもいいかなと。まあ1時間もかかんないとは思うんですが、まあ十分なんですよ、 A13 チップで。ただ A14 は次元違うらしい。まあこの文章書いてこう話したんですけど、この話はね、まあこの iPhone11 を買う人間が話すのはセーフなんじゃないかと。まあ買わない人間がこの話を話しても、まあ、それは買わない理由になるだけなんで。もう一個、なんかコーデックが早いらしいので、まあ自分も動画を2000以上上げてるんですよ。だからまあそういう意味では、まあ、この iPhone は買いでいいかなとちょっと思ってます。でメモリ部分、次はメモリ部分ですね。ベンチマークの話なんですけど、まあ3つの iPhone11 と、Pro と ProMax
一番ベンチマークが高いのはどれかっていう話になってきた時に、メモリ部分が4ギガ以上あれば iPhone11 が最強なんじゃないかっていう、まあ、そういうね憶測がちょっとあるんですけど、うん、あるんですよ。ただどうなんだろうなっていう、今回買うのはプロマックスを予定してるんですね。あの動画を撮るっていう考えでプロマックス以外はありえない、うん、その4分割で撮りたいのはあったので、動画としてまああのあれですね、 YouTuber 的な感じで、だから YouTuber 必見みたいな感じのタイトル入れようかな、この iPhone の感想にでも、感想じゃないタイトルに、うん、YouTuber は 100% ほぼ 100% あのプロマックスにすると思います、うん、YouTuber ほど iPhone、 この今回の iPhone を進めるはず、 YouTuber ほどね、うん、進めない YouTuber はまあな、まあアンチなんでしょうけど、その今回の iPhone11 に関してはでもまあ YouTuber 買うでしょ、アンチでもなんでも、それがネタになるんだったら、うん、それでも買わない YouTuber は逆にすごいと思う。まあそうですね、だから、まあ、自分が買うのは Pro Max を買おうかなと思ってます今のところ。どこで買うかはもしかしたらアップルの、なんていうかネットで、アップルのメーカーが買うかもしれないですね今回は、うん、だから値引きがしょぼいなっていうのがあって、まあ、それはちょっと思ってます。あのまあどこで買うかはまあいろいろ調べて、まあそうは言っても明日が予約日なので、だからまあ当日手に入れたいと思えば明日の9時までに情報がなくてもまあどこかしら予約入れるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、まあ明日の8時ぐらいまで考えようかなと思います。あの9時まで考えてたら予約できないので、明日の夜中8時まで、どこで予約するか考えて決めたいなと思ってます。まあじゃあそんなところでいいかな。で、有機 EL とえっで画面部分、ここはまああれですね、100万対1と200万対1、うん、まあこの辺の差ですね。ただこの辺りはハンズオンの辺りも来てるので、だから比べてる動画とかは探せばあるんじゃないかなと、あの前回の、うん、XS 対、何です11 Pro との差とかを同時に、画面で見せて比較みたいなのはもう動画上がってるんじゃないかなと思います。まだ見てないですけど、うん、で次行きましょう。容量部分はですね、まあここはあれですね、1テラなかったんですね。これもう時代は1テラでしょう、1テラバイト欲しかったんですけど512しかないということで、まあ来年の iPhone は1テラ乗せるんでしょうけど、今年は512で我慢するしかないかなと。これ容量が多ければ多いほどいいんですよ。あの iPhone っていうのはまあ動画、自分の今撮ってるやつ iPhone8 プラスの動画の限界は2時間超えたら限界来るんですけど、
自分の iPhone8 プラスはね、他は知らない。2時間15分ぐらいで限界来る。だから2時間でやめないと、ね、動画がポシャっちゃう、うん、保存されずにえらいことになるんで、まあ2時間40分撮ったこともありますけど、昔の動画で。でも今のところは2時間だなと思ってます。はい、なのでまあ容量は多い方がいいんですよ。で今回512しかないので諦めるしかないなっていう、まあ残念に思ってた。うん、でだんだんそうですね、本題に入っていくと、一部の人が気にしていた懸案事項、こちら、まあノッチ幅、これ不思議とですね、今回誰も言わないですね、ノッチ幅のことについて。欠点があまりに多いと、こんなつまんないところをいじくる人間が存在しない。みんなねこっちに来るんですね。 5G は来年ですかと。一応ですね 5G の開始日は来年の3月、ドコモとか au とか、まあ au が有望みたいな話もあるんですけど、まあ来年の3月までにどれだけ基地局を増やせるかっていうので、まあ皆さんやってるらしい。これまあ似たようなケース、 3G から 4G に変わった時にありましたよね、あのiPhone5 事件みたいな。 iPhone5 au はアンテナ立たないぞみたいなのがあって、まあそれは何が原因だったかちょっと忘れたんですけど、忘れたというか多分調べてないんだと思うんですが、そういったことが今回も来年あるんじゃないかなと思ってですね。でそうなってきたら来年 5G の iPhone 出た時には最強の iPhone は何だったのか、ここの部分で今回の iPhone11 が実は最強だったっていう可能性がですね、めちゃくちゃある。まあめちゃくちゃは言い過ぎかもしんない。まあ自分はあのこっちはマイノリティ側ですね、少数意見だと思うんですよ。すごく 5G にしたら方が長く息が持つよって言ってる人たちが 98%、まあそんなにいるわけはないと思うんですけど、 98% だとしたら自分は残りの 2%、 今回の iPhone こそがまあなんというか覇権になる、来年の iPhone よりも覇権になる可能性がある iPhone、 これは言い過ぎだなと思ってるんですが、動画で言ってる人多分いないだろうなと、このこっちの意見はね。なのでまああえてちょっと逆張りしてみようかなと思って、まあ理由として 5G ってあの中田敦彦、何でしたっけ、なんとかフィッシュの、タイガーフィッシュだっけ、違うか、なんたらフィッシュの、武勇伝の、オリラジの中田敦彦がなんか 5G のことを説明してるらしい、すごいことになるぞみたいな話をしてるらしい。その動画はちょっと見てないんですよ。あのたまにちょっとだけ動画 2種類か3種類しかまだ見てないんですけど、まああの彼はすごく面白いというか弁が立つというか、そうですね、あのホリエモンもすごい弁が立つんですよ。ホリエモンのあのなんか講演とかも1回だけ行って、まあ、聞いたんですけど、まあ慣れてるというか当たり前ですよね、社長が話してるもんですから。そのホリエモン対中田敦彦の対談みたいなのがこの前動画で上がってたので、あれを見ればそのどっちが弁が立ってるかみたいなのも見えて面白いのかなと。まあそれはどうでもいいんです、どうでもいいことにします。で 5G
1秒間に1ギガとか、まあそこまで出なくても1秒間に100メガとか、その間100メガから1ギガ1秒間に転送される量、これ普通に考えたら今の枠だとまあ全然ないじゃないですか。契約が1月7ギガ平均だとして、人が普通の人が使ってる、普段使いの人が使ってる資料も何も情報も全くないんですけど、5ギガとか7ギガとか、動画見てる人は10ギガ超えとか20ギガ手前とか、そのあたりの話が5ギガになったらガラリと変わるみたいな。ガラリと変わった時のそれ携帯会社どういう風にするのか、これは幸福度の話になってくるんですよ。単純にあのみんな外出先で動画見たいかっていう、2ちゃんでよくねみたいな、今5ちゃんですけど、そういうね話もあるんです。うん、つまり5ギガはまあ少なくとも日本人に向いてないかなっていう、そこまでのものなのかっていうことですね。うん、まあそれを考えた時にほぼいらないと。あでまあついでに言うと Wi-Fi6、今回あのまあこれお前なんで言わないんだみたいな話になるんで言うんですけど、わざわざあの Wi-Fi6 が今回の iPhone11 に搭載されてるんですね。でこの Wi-Fi6 っていうのがあの、Wi-Fi の、その 5G の周波数をちゃんと受け取れる規格らしいんですね。速さをそのままなので、5G 対応機種でテザリングみたいな、形にすれば、この今の iPhone11 でも 5G の恩恵は受けられるという、あのまあそういう逃げ道もあるんですね。 5G というものに対する逃げ道で、そのイベントで外に行って 5G 体験したい、でも持ってるのは iPhone しかない、iPhone11 しか持ってないっていう時に、自分が持ってるその、何機器でしたっけ、その、まあ、5G 対応の、 あの無線機器で、iPhone 使うっていうのもあるでしょうし、基本的に皆さんあの 5G 全員持ってるっていう状態はしばらくかかると思うので、そういった時は運営側がまあ Wi-Fi6 対応の、その何ですかね、無線機器を置いて、皆さんこちらで、でまあパスワードはこれですみたいな、ちょっと危ないやり方ですけど、まあそういうこうなんていうか、まあ解決策というのがあるんじゃないかなと。なので 5G はそこまで気にしなくてもいいかなってあの思ってます。むしろ来年出てくる iPhone5G の iPhone こそ地雷臭がちょっとある。 5G じゃないところで実は、今回の iPhone11 と来年出てくる、まあ仮に iPhone12 としましょう、分かりやすく、まあ、11S なんでしょうけど、比べた時に実は11の方が勝ってる場合が出たら、それこそことだなと。まあ我慢して使うっていう、どっちが我慢して使うのかみたいなことになってくるので、まあまあ iPhone11 買うのは正解なんじゃないかなと、思いましたね。うん、2% の人ね、 98% は 5G 来年だからみたいな、やめとけよみたいな、残りの 2% は 5G 使えねえから今買っとけやみたいな、
その 2% の方に自分はいます。勝手に言ってますけど。でまあ CPU のね、やっぱりね A14 チップはやばいらしいね。ここはそうなんですよ。うん、あ、まああと再来年出るのが、あの画面指紋認証っていう機能が再来年出るらしいですけど、まあこのあたりの話をすると画面指紋認証いらないんじゃねみたいな、ちょっとだんだんトーンが下がってくる感じ。あの他の機能がやっぱりすごすぎるので、そういうこう小さいところはまあ目に入らなくなってくる。あのノッチみたいにね、うん、そんな感じです。まあ、自分はあの昨日一昨日あたりは、今回 iPhone11 って貧乏くじ感あるなと、まあそうですね、発表終わった後にみんながあの発表前にあれだけ夢を語り合った後に、見ますかこれですよ、皆さんが語り合った夢で作り上げた巨像の iPhone。 まあ、あ、うん、これはね、アップルペンシル、このアップルペンシルがね、やっぱりね自分は好きなので、アップルペンシルが使えるってなった時点でもうガチだったんですよ。自分の中ではガチ派遣ですよ。でも今回は使えないので、来年も分かんないし、もう買うかみたいな、うん、まあ、逃げ道はあるんで。そうですね、まあこう、あとはもう一つ何でしたっけ、あ、無接点逆充電とかもありましたし、うん、ここですね、今回もう一つ言いたいことはここにありました。あの3キャリアが半額負担する最後の iPhone になるかもしれない。これはですね、いつどこで誰が言い出すか、まあもちろん社長が決めるんでしょうけど、社長か会長が決めるんでしょうが、今回の iPhone はまあ来年にしようっていう人が多いと思うんですよ。来年 5G だからっていう単純なね、うん、それで測ってるのはちょっと浅はかだなと思うんですけど、本当に、来年にしようって思ってる人がたくさんいると思うんですよ。自分も昨日おとといのあのイベント終わった後は、来年かなって、この今使ってる iPhone8 プラス最高だし来年かなとかって思ってたんですが、あ、ちょっとね2台 iPhone がないとできないことがあるんで、まあそのために今回買おうかなみたいなのがあって、まあそれは自分の方なんで別にいいんですが、うん、つまりそのタイミング次第では多分、あれ、今回の iPhone 売らなきゃ顧客が逃げるなってもう今日の時点で会議してるはずなんですよ。顧客が逃げるっていうタイムリミットは今日のまあ何時だろうな、6時かな、6時はちょっと遅いな、3時か、タイムリミット3時だと思うな、昼のね、昼の3時、明日の昼の3時までにドコモと au とソフトバンクはものすごい手を打ってくるんじゃないかなと思ってるんですよ。打ってこなかったら普通にもうちゃんと比べられるので、他のキャリアとか、しかも 5G っていう話になってきたら、 5G 対応してるのはまあ4社あって、でその4社に身を置かなくていいわけですよ、今回の iPhone11 にするって話になった時には。だからまあとりあえず11買って、他のあの外部のどこでしたっけ、ミネオとか UQ とかが11対応してますよっていう話になった瞬間に乗り換えればいい。
まあそうですね、どの時点でも乗り換えられるでしょうけど、まあその辺は様子見ながらでいいんですよ。ただそういう話になった時にはすでに型はついてるので、多分そのこういうこう大多数の人がおそらく来年にしようみたいな、間違ってはいないけど、おそらく今回の iPhone が最強だと思うんですが、そういう人たちが多分じゃなくて絶対数多いんですよ。おそらくって言いたくないけど、まあ何も調査してないんで言いませんけど、なので明日の3時までに3キャリアはまあ爆弾をもっとどでかいこうすごいことをドンと言うんじゃないかなと。今日明日の9時夜中の9時予約開始にどんどん予約が入るように、明日の昼の3時までにいろいろ言うと思うんですよ。だからちょっとそれをね待とうかなと。うん、ないなって思ったら全部比べてガラガラポンで決める、まあ感じですね。で、自分が買うものは iPhone11 または iPhone Pro、 まあここはもうプロって呼びます、または iPhone Pro Max、 この3つのうちどれを買うかって言って、ちょっと前に Pro Max を買うのは決定って言ってましたけど、 iPhone11 良くないみたいなのも確かにあるんです。 iPhone11 は全てにおいて取り回しが効く、 5G の携帯1年後に出るやつも視野に入れて、かつもしかしたらスペック最強、つまりベンチマークが一番高い iPhone かもしれない、かなりの確率でね、それでそのまあ Apple Pay とか使いやすさで言えばまあ間違いないというか、そうなってくたらプロと、何でしたっけ iPhone11 がまあ競争相手になるんですけど、Apple Pay 使いやすさで言えば、ただ YouTuber が、買わなきゃいけないのは Pro Max なんです。これは動画を撮るっていうことを、まあYouTube のその発展型は映画を撮るなんですよ。で実際映画をやってあんまり受けてないっていう現状が今のところある、まあ自分の試験ですけど、ただ映画っていうものにどんどん入っていくと思うんですよね、動画を撮れる人はね、うん、まあ実際映画に似たようなことをしてる人もいるので、貝柱とか、貝柱さん面白いですよね、まあそれはいいんです、今回はそれでこの iPhone で映画を撮るってなった時に絶対いるのは iPhoneプロマックスです。うん。まあ編集とかも大変なんで、小さいと画面が。だから今回プロマックスを撮る、と、プロマックスを買います。かつ、なんか言おうとして忘れた。うん、忘れちゃったいろいろ忘れちゃった、そういう話ですね。他に言うことあったかな、全部言ったつもりなんだけど、アップルウォッチの話か、アップルウォッチ5が出てますよね、5が、アップルウォッチ5いいなと思ってます。アップルウォッチ5買おうかなと思ってる、アップルウォッチ2は持ってたんですよ。
あげちゃったんですけど、まあ持ってたは持ってた、じゃあ上げちゃったとか言っていいのかな。そうなんですよ。それでまあアプローチはおいおい買おうかなと思います。そんな感じですね。はい、うん、まあ言いたいことを言いました。全部言ってないけどね。やっぱり iPhone の話になると、いや楽しいですね本当に。うん、この機種が出るのすごい楽しみだ本当。そう思う。何色にするか、そうだこの話してなかった。あの紫いいですね。紫 iPhone11 の紫、あれはなかなか、うん、上品で、ラベンダーですね、ラベンダー、うん、いいと思います。だから YouTuber じゃなかったら iPhone11 ラベンダーはあり、 YouTuber になるならプロマックス一択、これ買わない YouTuber はありえねえと思ってる、うん、だからその YouTuber 界の中では iPhone プロマックス以外はレアケースだと自分は思います。まあよく考えれば考えるほどそれしかないからね、うん、まあ YouTuber 界はどうでもいいんです。ということで、まああのあと金、そうですね、あーいやいいや、他の人の話はいいや、うん、色どうしようかなっていう、プロマックスの色とりあえずボトムズにしようかなと思ってるんですけど、緑というかあれはモスグリーンかな、何色なんだろうあれにしようと思ってるんですけど、花がねないんですよ。花が今回その緑だから、どうしようかなと思って、無難に黒でも自分は黒は絶対しない派なんですね。iPhone5 3GS と iPhone5 は黒にしました。それ以外はシルバーか白かゴールド、理由は光を吸収しないやつにしたんですね。うん、普通に、かっこよさとかじゃなくて機能性で黒は避けてるんで、だから黒はないんですよ。どんなにデザインが良くても黒はない、自分の中では。だからどうしようかなって思って、うん、iPhone8 プラスは白っていうかシルバーにしました。白という名のシルバーという名の白だったんですけど、まあこれは iPhone8 プラス出た瞬間の色としてはもうこれしか選べなかった、まあある一種ネズミ色みたいなやつなんですけど、まあそれで満足して、今も満足して、皆さんに2000の動画をお届けしてるわけなんですけど、まあね2年経ったしね、ちょっとね2つのカメラで2つの iPhone でやろうかなって思ってることがあるんで、今回プロマックスを買おうかなと思ってます。で色は今度こそベージュのゴールドにしようか、ベージュのゴールド。この辺もハンズオンの動画見てちょっと決めようかなと思います。たくさん色があるのは嬉しいなと思ってるし、来年はどうなるんでしょうね。まあ A14 つまりはすごいことになるんだと思うんですけど、来年 5G になって A14 になって、まあアップルペンシルも使っちゃえみたいな感じですか。全部モリモリみたいな、全部モリモリの史上最強の、うん、iPhone だぜみたいな出るとして、じゃあ通信はどうなのっていう部分で、まあ通信もイケイケだぜみたいなっていうのが来た時には、まあ、完全なる白旗
iPhone11 1年待てばよかったなってそこで思うかもしれないけど、重要要の通信が、まあ、そこでもそうでもなかった、逆にこれちょっとまずいなみたいな情報、まあ、なくはないので、ここばっかりはアップルの力を、アップルの力ではないところなので、まあそうですね、だから今年買うのが正解かなと。あともしかしたら3キャリアが今回なんかもう情報出回ってて、みんな買う気なさげじゃねえみたいな、うん、まあ XS とかね、 XS Max とかにする人いるかな。まあそれはいないだろうな。そしたらやっぱり、うん、1年待つ系が多いっていう風に、まあ3キャリアが、まあ今日あたりもうガンガン徹夜ですよ、みんな社長も含めて頭ひねってるんでしょうね。最大値を明日の9時に取れるとしたらどういう方法があるか、まあそれを見ながらね、ちょっとうん、旗色を見ながらちょっと動きたいなと思います。はい、長々と話してしまいましたがすいませんね本当に、うん、いかがだったでしょうか。まあ出尽くした話をただもう一回繰り返しただけの話だったんで退屈だったかなと思うんですが、ここまでご視聴ありがとうございました。明日は楽しみじゃないな。来週の金曜が楽しみです。買わないかもしれない。うん。自分の意見に惑わされずに、ネットのいろんな情報を調べて、自らの意思でどうするか決めてください。よかった、忘れずに言えた。自分のせいとか言われたら困るし。じゃあ。ご視聴ありがとうございました。失礼します。